あ、ブータいらっしゃい。かわいい曲だよね。今日は忘れないうちにコメントを流す。珍しくない？ハモリもね出したから、なんだっけ、パラサイトじゃなくてバニーのハモリも出したから、ちょっと歌ってみたいところなんだけど、週末じゃなかった今日なんか週末だと思ってた、なんか知らんけど今日が。あ、はい、どうぞいらっしゃいませ、こんにちはひさちゃん、じゃあ私はいらないですね、そんなことない。あ、そうだ、ひさちゃんが来たから思い出したよ、ひさちゃんが来たから思い出したよ。ちょっとこれちょっとね、一回止めて、これ止めて、今日はちゃんと流そうかな。今日はね、数秒で終えないでちゃんと流そうかな。これひさちゃんがさ来たら思い出すコメントとシアターパーティー、ボーカルチョップが結局なんか切っただけで終わったね。難しいね、もうちょっとなんかね、こううまいこと遊べるといいんだけど、センスがなかったですね。ハイドさんがやったらどうなるんだろう。あそこもっとなんかめっちゃ遊ぶかな。チョキチョキしたところ、なんか感想にもっと食い込んでいっぱい遊んでもいいのかなっていう話になったんだけど、スキルがなかった。はい、吉成さんいらっしゃいます。あ、今日もお仕事か、頑張ってください。その前に来てくれてありがとう。あれ、こっちも込めなかった。あれあれ、流れ、あ、これシアターパーティーだから流れないのかな。米流しはそっち、シアパタイムはそっちなのね。あ、なるほどありがたい、とってもありがたい。私さ今日さ、バニーがちょっとバニーが できたってパソコンの写真をねツイートしたんだけど、あれ実はさめっちゃアップにしてみると、ニコ動米流すっていうマステを貼ってるのをそのままあ貼ってたと思って、まあ全然機能してないニコ動米マステ。リンピ君いらっしゃい。はーい、かわいい、いいお返事ですね。ぜひ使ってください、ぜひ私に。あ、今んとこハイドさん、ちょっともう一回流す。まあ、ここはねただただ左右に振っただけなんだけど、そうリズム遊びのセンスがない、チョキンチョキンして終わっちゃった。なんかさ、もっとなんかもっとっていうのは思ったんですけど、まあ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 次回何かへの宿題かなとなんかね一曲一個なんかできたらいいかなっていう感じで、亀の歩みで成長をしたい今日この頃。まあまあね、これはこれで一個仕上がったのでと思ってたら、
リクエストが来たんですよ。リクエストが。どうもどうも、シアパありがとうございました。リクエストが来たんですよ。この曲をハモ系取ってくれと。これみんな聞いた？ピノキオピーピノキオピー。ピノキオピーはね、紙っぽいな取ったけどね。これってさ、魔法少女とチョコレートってさ、アンサーソングかなんかなの、あれのなんだっけ、どう忘れてた。なんか10年ぐらい前に出たよね、出てたよね。でも曲調とか全然違う気がするんだけど、知ってる？腐れゲドウか。ブータンリクね、もうね諦めるほどあるよあのほら、何でもリクエストはほら初見さん優先じゃない、みんなどこのね枠もなので、あの YouTube でリクエスト、 YouTube のコメント欄でリクエストもらったんだけど、っていうかね、私もこれねいいなと思って聞いてたんだよね。そう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 、なんか似たようなね、腐れゲドウとチョコレート、もっとなんかなんていうの、ブラックな感じの曲だけど、え、腐れゲドウ知ってる？腐れゲドウちょっとこっちこれはねかっこいいけど歌えない、難しそうで練習したことない。こう考えるとピノキオピーってすごいよね。あー進行、そういうところがじゃあなんか似てる曲を作ったよってことなのかな、タイトルがね。サビかっこいいんだよ。あ、は、今のパッパラが一緒だった。さちゃん歌えそう。風評被害ね、かっこいいよね。でも今パッパラなんとかってとこ一緒だね。どこパッパラって出てこなかった、今どっかにパッパラって分かんなかったな。パッパラって言った。そこが一緒なのか。このピノキオピーは絶対この子がいるんだね。こっちかな。どっちかが自分なのかな。いつもいるよね。これね、キーを決めなきゃいけないんですよ、取るためにはね。あ、待って、これ音符じゃなかった、ちょっと待って、音符こっちこっち。この元気だときっと高いんだよな。なんでさ、なんで元気？ボカロは元気じゃなくてもいいじゃないか。これね、転調するの。ここ P は入ってんのかね。え、 P なかったら P どうやって入れたらいいんだろう。あ、ここあれ、ブータン好きそうなハーがあるよ、ハーが。
はああるかな。魔法が解けるチョコみたいにやらりパッパラパッパラパッパラ、えパパ純粋が何になる世界で、はあ、正直を読みたい、はあはあ、どういうはあにするかをまたね議論お願いしますね。あの妄想マックスでこの子がどういう状況でそのはあをするかひさちゃんこれもヤンデレか。ちょっと歌詞あんまり見てないけど、闇系かさて解説のブータンさん、正直もうやめたい、もう少女やめたい、視聴者の期待に応えるたびに、完璧で超人で精錬で潔白で嘘で固めたチョコみたい、ずっと裏声だな。パッパプラパッパパッパ読み付きでしょ、あ正直もうやめたい、もう少女やめたい、やめないでリアルを否定してない。いや高いよね。妄想しかしないけどまだ分かってない頑張ってください妄想隊ここで上がるんだよね。人間で強欲で滑稽でゲドで魔法が溶けるチョコみたいに、やらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、魔法へ咲いてな人を消そう、はあ正直もうやめたい、やめたいんだね。自分ごと消えちゃってさよならしたい感じの歯なんだね。になる世界でやらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、またなんかか弱く歌うならありなんだけど、力強くはこのキーでは歌えないって感じなんですけど、ちょっとマイナス2ぐらいにしてみようか。やらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、純粋がだになる世界で、やらりパッパラパッパラパッパ。では今回オブザーバーのハイドさんはどうなるさんは聞きたくないと思う別にスター何でしょう口開け何でしょう自分がそう、このぐらいかな。そんな黒いがよくある風評で錆びつく魔法の敵の話に乗らんでよろしい誰が敵か味方か分かんないし、陰険で強欲で滑稽でけどで魔法が溶けるチョコみたいに、やらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、人生が人生放棄重いな重っ。マイナス2ぐらいじゃない役職。まだ全然覚えてない。マイナス2かな。はあはあはあ、はあ、だね。あの原曲はまだね、あんまり歌見たが出てないからさ、いろんな人を聞くっていうのがね。甘い字が闇付きでしょ、あ正直もうやめたい、魔法少女やめたい、やめないでに打てるの期待してない。え、これ上がった？上がってないよね。正直もうやめたい、魔法少女やめたい、誰が敵か味方か分かんないし、人間で強欲で滑稽でゲドで魔法が溶けるチョコみたいに、やらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、魔法で最低な人を消そう、はあ正直もうやめたい、魔法少女やめたい、自分…2でも
高いけど、マイナス2でも高いけど、ダニパッパラパッパラパッパ、純粋がダになる世界で、でもこれならまだいけるかな。ダニパッパラパッパラパッパ、まだ自分見てくれるかな。うん、ちなみにさ、これさ、これさ、ちょっと今あの一応準備だけしたんだけどさ、ハモがあるんです。ハモが、参考ハモがあるんです。めっちゃ取りやすい、ありがたい。でもね、40があるから奥下がもう一個あるかなって感じなんだけど、多分これとこれと奥下。なんとなくマイナス2かなと思ってマイナス2を入れてみてはいる。じゃマイナス2にしてみようかな。はあはあって言ってた。ため息系なんだろうね、あのささやき。あ、これね、これ、あ、マイナス 3? ちょっと待って、とりあえずマイナス2にしてみる。マイナス2は、マイナス2、あ、ちょっと待って、こっちで見て、こっちで見てもしょうがない。こっちで見てもしょうがないよね。マイナス3ね、ちょっとやってみよう。確かにバニーがマイナス2かマイナス3で悩んでマイナス2にした結果上キツキツっていうね。確かにこう 闇系だから低くてもいいかもね。みんなの平和に待って地獄に立ち向かって、それを匿名はディスった。なんでしょうぶっちゃけ、なんでしょう自分がそのままみんなで思ってるでしょ。そんな手を抜けたよくある不評で錆びつく魔法の敵、知らん知らん。あ、正直もうやめたい、魔法少女やめたい。誰が敵か味方かわかんないし、人間で強欲で滑稽で下等で、魔法が溶けるチョコみたいに、やらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、純粋が何になる世界で。あ、正直もうやめたい、魔法少女やめたい、もう好きな人だけ守っていたい。ここは全然普通に歌えるの、高さは。正直もうやめたい、魔法少女やめたい。誰が敵か味方かわかんないし、人間で強欲で滑稽で下等で、魔法が溶けるとこも痛いに、やらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、魔法で咲いてない人を消そう。はあ、正直もうやめたい、魔法少女やめたい、自分ごと消えちゃってさよなら。うん、歌いやすい。はい、おしなりさん、お仕事いってらっしゃい、頑張ってください。マイナス3歌いやすいな。マイナス3にしようか。ちょっと真剣に、やらりパッパラパッパラパッパ、ちょっと待って、ここが歌えないんですけど、やりば、やらり、やらりパッパラパッパラパッパラリパッパラパッパラパッパ、え？ラリパッパラパッパラパッパッ、ん？ラリパッパラパッパラパッパ、ラリパッパラパッパラパッパ、勇気があらになる世界で。やーラリパッパラパッパラパッパ、ラリパッパラパッパラパッパ、また来週も、また来週も戦えるかな。ちょっとラリパッパラが言えないんだけど。ラリパッパラパッパラパッパ、ラリパッパラパッパラパッパ、純粋が何になる世界で。やあ、ラリパッパラパッパラパッパ、ラリパッパラパッパラパッパ、また来年も憧れるかな。もう撮りながら覚えようかな。嫌な思い魔法に変えて、
みんなの平和願って役に立ち向かって、それをドクレはディスった。でもこれリクエストあるからハモだけ元気も作るっていうのもありだよね。あ、ことちゃんいらっしゃい。なんかね、次の曲が決まった今日バニーをあげたんだけど、え、パッパラパッパになってる。待って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 、ラリラリパッパラパッパラ、あ、じゃ本当だ、ラリパッパラパッパパラッパ、ラリパッパラパッパパラッパか、ラリパッパ、ん、ラリパッパラパッパパラパッパッパパが3回、ラリパッパラパッパパラッパ、ラリパッパラパッパパラッパ、ほう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 、いやー、ラリパッパラパッパパラッパ、ラリパッパラパッパパラッパパッパッパパッパッパラッパがね、パッパッパパパラパパパリオパラパパパラパ、また来週も会えるかな、パパパパパラパパパパラパ。なるほど、どうだろうね、低い感じありかな、気を抜くとか大丈夫、あの録音は大丈夫、あの生歌はダメかもしらん。パッパラパッラリパッパラパッパッパラッパパッパッパッパラパッパパッパラパッパって言いたくなるの難しいね、パッパラ。ちょっとみんなここで突然上がってくる、あのパッパラ選手権する、パッパラ言えるみんなこれ、いやー、ラリパッパラパッパッパラッパ、ラリパッパラパッパッパラッパ、パッパッパラッパって言えばね、パラッパ。正直もうやめたい、魔法魔法、好きな人だけ守っていたい、だん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 と最下位のやつ欲しくないみんなここあの今からさ電話つけるからさ、コールつけるからさ、そこだけ家に上がってきてよ全然気に病んでもするです、パッパラパーになっちゃうね、パラッパラッパーちょっと気抜いたらパッパラパーになるな、パッパラパッパラパッパ、完璧で超人で洗練で潔白で嘘で固めた嘘で固め、ラリパッパラパッパパラッパ、ラリパッパラパッパパラッパ、甘い字が病みつきでしょ自分のパッパラ具合もこういうパッパラパーなの、パッパラ、え、パッパラパッパッパッパラパパッパッパパッパパを3回、とにかく、あ、ここ C メロか、でもこれハもあるのありがたいな、あ、そういうこと、あー、上がってパッパラ話をして落ちると面白そう、それ面白そうだな、ちょっと聞いてよって、私ちょっとこんなことしでかしたんだけどって、ぜひ上がってもろて、いや待って、パッパパラッパパッパッパラッパ、いやこれ気抜くとパッパラッパになるわ、パッパッパラッパパッパッパラッパ、ラリパッパラッパパッパラッパ、ラリパッパラッパパッパラッパ、純粋がだになる世界で、いやー、ラリパッパラッパパッパラッパ、ラリパッパラッパパッパラッパ、また来週、また来週も、また来週も、また来週も戦えるかな、かわいいショート、だだだだだだだ、かわいい、かわいい、かわいい衣装まとって、衣装まとって、俺は日々空耳アワーでパッパラパ、いやもうほんとさ、うちの息子とハイドさん話が合うと思う、一日何回言ってるかな、なんか会話の中で常にダジャレを考えてる、最近うちの息子、もうええてって何回か言うもん、もうええて、早くご飯食べなさいってうちの息子は9歳ですけど
昔突撃パッパラ隊って漫画あったの。そうなの。葉っぱ隊なら知ってるけど葉っぱなら知ってるけど、ちょっと私覚えるんよ。すげえな、最初男の子はみんな通るんじゃないの。9歳ぐらいで小学校低学年で通るんじゃないの、ダジャレ。なんだっけ、ブドウがぶっ飛んだ。私何の教育もしてない、私何もしてないから、むしろ結構引いて聞いてる、ふーんってふふーんって聞いてる。よかったねって、思いついてよかったねって言って、あのただうちはあの純粋にそれを聞いて喜ぶ妹っていう存在がいるんで、妹がキャラキャラ笑って聞いてあげるから、あの兄が調子に乗ってどんどん考えてるっていう。アラサーティーそうそう、アラサーね。え、そういうね純粋な気持ちは大事ね。あー確かに、そうそう、同音異義語、確かにそうかも。英才教育なんだ。じゃあそっか、親父ギャグも英才教育なんだね。確かに最近本読むようになったんだよな。で本読んで新しい言葉を覚えてギャグも考えるっていう。言いすぎると飽きられる。いやだから私毎日聞いてるんですよ。私毎日聞いてもう飽き飽きしてる。また言っとると思う。こしとこ、こしとこ、ぷぷみたいな。もうええって。そんなんばっかり。まあね。かわいいんだけどね。もういいから、早く宿題しなさいみたいな感じ。まあね、娘が一生懸命頑張ってやろうとするんだけど、まだ語彙力が足りなくて考えれなくて悔しがってるっていう。あ、そういえばあんまり言わないな下ネタは。そっち喜ぶの、その漢字ドリルとかあるじゃないですか、知ってる？みんな。問題が全てそれ系っていう、見たことある？え、なに、なに、絵本ナビ。あー、ダジャレ動物園。へえ、こんなのあるんだね。でもダジャレ大好き。チビが借りてきた絵本がダジャレだった。あれ、コトちゃんとこって お子さんいるんだっけ。私全然聞いたことなかったな、そういえば。そういえば聞いたことなかった。もう BGM になってますけど。BGM、みんな聞いてるうちに覚えるかな？え、知ってる？あの、ハイドさん。ドリル、ドリル。あ、めいこか。こういうの。あ、ループね。まあ、ループしとかなくても、まあ、ループどこだっけ、再生のとこだっけ、あれちょっと待って。あ、なんか違う人の聞きたいな。右クリック待って、違う人の歌ってみたを聞きたい。ハズレじゃなくて、腐れゲドじゃなくて、なんだっけ、ピノ魔法少女の何魔法なんだっけ、魔法、あ、少女これ小学生さんめっちゃかっこいいんだけど、ちょっと私この人をちょっとお手本にしようかなと。もう一回遊べるドンだったね。このねエネルさん、綺麗な綺麗な歌い方してる。いや、これこれ知ってる？みんなの平和願って、ジャグリタ
あれどうやって見たらいいのこれ。大きくできない、大きくできないけど、これ全部問題が、見てこれ、ちっちゃいから見えないか。あれどうにか大きくできないのこれ。サイトにアクセス、これ問題がね、全部それ関係なの。何これパーティー、みんなで少しずつ分担って、どういうこと。私が担当の、もうさ、全てこうなんだよ。このドリル買ったんですよ、買ったんですよ、うちこれ全くやってくんなかった、全然やってくんなかった。全部だよ。え、なになに、あ、なんかいい人これ。セラさん、あら、かわいい。かわいいね。皮をめくっていくとヒューマンダストになる。どういうこと？このドリルが？かわいいな。はぁがすごいね。はぁ、この人すごいハモリ聞きやすい。かわいいね。はぁはぁなんだ、強いね。はぁかわいい。へー、すごい、なんかいろんな歌い方するの。スルーです。かわいいところと、はめっちゃ切れるんだね。なんかこれがさ、この子が出てくるアニメの曲だったらこういう声いいね。あまやじが、はぁ、すごいな。はぁ、え、みんなそんな感じ。え、ちょっと変えていい。今さっきの人は、はぁか、あー普通だよね。へー、こうとこか、ルー、あー、これまた話題の人だった、話題のグループやった。男はどうなる。な、おお、なるほど。どこに歯があったっけ、粉とか。まあまあまあ普通、はあ、なるほど。でも研究してからね。ジャーキーとかかじりながらかじる。なるほど。あー、これなんかかじってるね、そういえば。この子も可愛いな。アニメっぽい。あ、チョコなんだこれ。あー、あんまり
低音で歌ってる女の人いないね。低音19歳。あ、でもこれ 3.5 万サイズ。あ、低いか。あ、男だった、男だった。おお。あ、そうだった。ありがとう。まどこだっけ、は。まあまあ、そこの歯は結構普通なんだね。そうそう、文字が違うと気づかんかった。全然気づかんかった。小学生が歌ってみたも1万再生だよ。あら、かわいい。あ、間違った、間違った。あれ？ちょっと。お知らせカンカンだったね。気づかなかった。かわいい。ほんと小学生かな。こういうのなんか iPhone で撮ってんのかな。うん、かわいい。はあ、はあ、はあだね。なるほど。なんか小学生がいっぱいあるんだけど、小学生ばっかりなんだけど、どうしますかね。これさ、小学生さん聞いた？めちゃくちゃかっこよかった。だがしかし、幼女には魔法少女でいてほしい。やめたいって言わないでね。サーモンピンク、かっこいいな。逆に立ち向かって、それを匿名はディスった。本当は何でしょう、ぶっちゃけ何でしょう、自分がそう。この人歯すごそうだね。そんな手垢についた、よくある風評で賛美つく魔法の。これ何語、なんか何語がついてる。あれ、私なんか押した、字幕押した、なんか字幕押してるな。え、待って待って、今ハーって どんな感じだった。ああ、男の人はな。すごい、すごい低音。どうしよう、どうしようかな、どうしましょう。でもあんま高くなくてもいいさ。でもちょっと女の人で低音の人にあんまいなかったね。正直もやめたい、魔法少女やめたい、誰が敵か味方かわかんないし、人間で強欲で滑稽でけどで、魔法が解けるチョコみたいに、やーりパッパラパッパパラッパ、やりパッパラパッパパラッパ、純粋がだになる世界で、あー正直もやめたい、魔法少女やめたい、もう好きな人だけ守っていたい。だんだんだかん、だんだんにだん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 と勝手になる、思いが逃げ出す、不満で超覚えたオーションがパリン。これでいこうかな、マイナス3。もういきなりハモリから取るとかね。少女やめたい、視聴者の期待に応えるたびに、完璧で超人で精錬で結果で嘘で固めたチョコみたいに、やーラリパッパラパッパパラッパ、ラリパッパラパッパパラッパ、甘い味
ちが病みつきでしょ。ああ正直もうやめたい、魔法少女やめたい、やめないでって何の期待してない。うん、メグモコンかな、マイナスさんかな。ちょっと、え、一番だけ。あ、そうなんだ。今日でもね、仕事は終わってたよね。これでもさ、今日ずっとこの枠で聞いてたらもう頭から離れなくない？寝るまで、寝るとき頭の中回りそう。高っ。今高音がめっちゃ高かった。あ、待って待って、そうだ貼ってくれたんだった。セラって人？あ、違う、あれ違うな、こっちか。サーモンピンク。ガリパ仕事中にね、ガリパッパしそう。仕事になっちゃうね。おお、かっこいい。これ誰だ？サーモンピンクさん。330回すごい掘り出しもんですよ。綺麗だね。この曲ほんとハモり綺麗だよ。 OK。今回はね、ハモリが全部ありましたね、インストに。オフボーカルちゃんと BPM ついた歌詞カード付きで、プラス1からプラス6までと、マイナス1からマイナス4まで、あとマスタリング済みのやつもついて、あと上ハモと下ハモまでついてる。すごい。いいね、かっこいい。耳心地いいですね。これはじゃあ自分じゃないのかな、ミックス師さんがいるのかな。あ、ミックス師さんいる。なるほど、すごい、なんかいっぱい活動してる人だ。ありがとうございます。ちょっとこれ参考にねしよう。男の人もかっこいいね、この曲。なるほど、じゃあこれで一回戻ります。どうしようかな、取っちゃおうかな。若干上ずらせる。なるほど、じゃあもうマイナス3にしよう。マイナス3いらっしゃいませ。マイナス3で、じゃあこっち原曲インストなし、これなしでいいや。で、マイナス3、これも低いかな。でも歌いやすいキーで歌うのがいい
気がする。なんか最近闇曲、あ、まあ、バニーは闇曲じゃなかったか。待ってこれマイナス3だよね。マイナス3うつ曲多いね。あ、今 P あった P あったんか。待って待って、ちょっと待って、え、 P なくない、ちょっと待って、ある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 。なるほど、あったわあった。あ、今ね原曲流してたの。今これでインストだけ流して、完全にこれがインスト。こう、ここに P だけある。確かにP低くなるね。え、だめ、おかしい。でもこれ変えようがないな。他は何もないかな。ハーもないよね、絶対。ないね。おけの処理って何したらいいんですか。おけっていじれないでしょ。おけって何をしたら、これ出てないな今。声に合わせて、じゃあ引っ込めるとこ引っ込めるみたいな。なるほど、なるほどですね。まあ、テンポ出てない。パラじゃないのよ。パラじゃないからどうしたらいいんやと思って、原曲の P 持ってきて重ねる。でもそうするとこの P は消せないよ。こっちの P は上に乗っかってるから、この P は消せない。もう入っちゃってるからね。なんかそしたら不協和音になっちゃう、多分ね。 P と P が重なってここが なくて、そのこれみたいな感じで P いっぱいにするの。え、どういうことどういうこと。 P P P って P P P ってなる。この逆像、そんな、え、消してください。え、ピーってさ、もっとやっぱ高い方がいいのか。ピーってあの、逆走で消せるの？位相の反転ってやつですか？また違う、それとは違う。なんか位相の反転をしたらボーカルが消せるみたいなやつは見たことあるけど、やったことはない。え、あれってダウでできるんですか？私なんかオーダーシティでできるっていうのを見て一回試したことがあるんだけど、全然綺麗には消せなかった。同じ原理。いやー難しい。強和音だから3音。確かにな、確かに今回そうだね、3つ下げたからハモるかもね。P ハモっちゃダメでしょ。 P ハモっちゃ 1K。 いや、わかんない、そんな。それだけ消すとかそんな高度な技術私にはないんですけど、 お願いします。え、そんなに P 大事？え、 P のこと考えたら元気がいいの？どんだけ痩せたい。なあ、え、ダメこの音じゃ。
え、重ねたら、なんかずれてるずれてる。どうする？でもマイナス3が大やすそうだな。大丈夫かな。P だけ取り出して理想の反転で消して本当の P を外から持ってくる。いやいいかな。まだメロディー覚えてないうちにハモ取っちゃおうかな。どうしようかな。いきなり取れないか。もう少し覚えないと。純粋な場になる世界で、やりとパラパパパパ、世界一を戦えるかな。ちょっと撮るのはまた今度にしよう。どうしようかな。覚えようかな。下は360。なるほど、メモしときます。そこをちょっと持ち上げる方がいい。あ、てか、桶を下げた方がいいってことですかね。じゃあ11時か。ちょっとまだ歌えないな。まあ、今日はね、平日なんで12時にはやめますが、まあ、なんとなく目処は立ったので、ちょっとバーってね、撮るのは裏で撮る方がいいかな。ハモリはね、枠中で撮ってもいいんだけど、メインってさ、なんかやっぱり日が変わるとなんか歌い方が変わっちゃうんだよね。その日のうちにバーって撮っといた方がよくて。なるほど、ありがとうございます。そこら辺を若干引っ込めると、そしたらぶつからないと。変わるよね。なんかバニーもさ、そこちょっとだいぶちょっとケロってないっていうところがあって歌い変えようと思ったんだけど、なんかもう全然後から差し込みましたってバレちゃう感じだったから諦めた。まあいっかと思って。だからまあちょっとメインは別で撮ろうかな。喉の調子が翌日も、なんかね、なんか違うんだよね。なんかこう、なんだろう、なんかわかるの。こう流して聞くと別で撮ったでしょってなんだろうね、あれね、同じ環境で撮ってるのにね。朝と夕方でも違う。だからなるべくね、短時間で、そのハモリは別でいいんだけど、一曲は同じ日に撮った方がいい。声出し、してないな。本当私歌に対する欲求がないよね。
ちょっと歌をさ上手くなりたいとかいう欲求がないないな。いやどうせならんしみたいな、そんなダメだね。じゃあちょっとひさちゃんのやろうかな。30分、11時 半でしょ今。ひさちゃんの仕上げるか。あ、もう確かにね、いつだって同じ感じには確かに歌えない。一日歌ってもその時は疲れるけど枯れたことない。うわ確かに。12時間歌ってたんだったっけ。この間何時間だったっけ。すごいすごい強そう喉。おぎゃーおぎゃー、ひさちゃんおぎゃー。ギハギだらけの7時間か。まあでもね、キャス12時間とかする人いるからね。どうなってんのかなと思う。根が早かった。あれ、なんかここに合わせたらおかしいんだね。あれここかな。あ、16部でも違うんだ。こうか。あ、こうか。ちょっと待って。最初も。合ってるもんね。あ、待って、これ映ってない。待って待って、映ってないな。ちょっと待ってよ。ウィンドキャプチャー映ってない。あれ、なんでだろう。よいしょ、どっか行ってる。これにしとこうか。よし、歌うより喋る方。あ、まあ確かに喋るのもね、接客とかしてるとね、おっさんボイスになる。上ずってる。まあね、もうほんとさ、ピッチ通り歌うってのは無理だよね、素人にはね。ここじゃないんだ。待って、これじゃあ16、ここか。ちょっと待って、ちょっとメトロなんですけど。ここな、ちょっと上に上げすぎてね、これ以上するといじるとケロリそうで。若干ケロってるもんな。あんまりいじるとね。こうやってギューってなってるところを切るってことですか。ここ切っちゃうの。でもそしたらこがなくなるでしょ。この発音がなくなるでしょ。の頭、ここ、ここの、あ、切るっていうのはその補正にってことね。あー、びっくりした。いや、なくすって意味かと思った。いや、あのね、何個かいじったんですよ、これ切って。ただね、ケロったんだよな。
この辺もね、もうケロってるでしょ。一回ケロったから戻したんですよね。これこれこれ、ここも、あ、でもこれで全部やってみる。でも全部切るの、うん、あんまりね、動かすとね怖いんだけど、もうケロったでしょ。ケロわらないようにできない。ケの君との、セント、セントっていう単位なんだ。の時間もそろそろ終わりにしよう。この糸ちぎるの色とりどり散らばるでしょう。ね、ちぎるの色とりどり散らばるでしょう。まあ、ね、とりあえずざっくり最後までやります。気にしてる画面もそろそろ見飽きた。あれ抜き、これ抜き、それじゃつまんないんでしょ。こっからかな、もう見飽きた。あれ抜き、これ抜き、それじゃつまんない。ここ多分補正してないよね、多分。そうだね、補正してない。気づけば気にしてる画面も、気にしてる画面でる。 Google 先生に聞いても通過しか出てこないね、初めて聞いた。え、どうだっけこれ、わか、原曲あんまり知らないんだよね。気づけば気にしてる画面も、そろそろ見飽きた。あれ抜き、気づけば気にしてる画面も、気づけば気にしてる画面も、してる画面をかな、してる画面、音程を測定、吹奏楽で使ったことないな。どこで使うんだろう。デシベルだな。メトロノームとなんだっけ、ピッチのやつね、私もフルートで持ってるけど、あれ今ないか。あ、今手元にないや。セント。言われたことないな。気づけば音大とか行ったら楽器とかするのかな。でもオーケーじゃ使わ言わないですね。気づけば